い、こんにちは、ヨヨヨです。今回もですね、 COD モバイルの方でやっていきたいと思います。今回はですね、何について話していくかと言いますと、DL の新アタッチメントマガジンにですね、新しくアップデートが来てから追加されましたメイブワットオメガワンという、コンカッション機能がついた、超害悪な DL のね、あのマガジンが追加されましたけども、こちらの方 のですね、あの使っていこうではなくてですね、対策してみようっていうのをね、あの動画にしたくていろいろ考えてみたんですよ。で、まあね、それについてね話していきたいなという感じなんですけども、まあ、今回の動画はですね、あのラジオ動画ということで、通勤通学とかね、何か作業されているついでに、あの耳でもういっぱい聞いていただいて OK という動画ですので、ね、まあ無理にね画面を見なくてもね楽しめる動画になってますよという形でやっていきたいと思います。今回はですね、あのね、それについて、まあ対策っていう形でね考えてみました。まあ結論から言いますと、ごめんなさい、対策できません。できないっていうか、できないんですよ。まあいろいろね、ヤスケとね、あのプライベートマッチこもって、あのクラスだったらどれができるとか、アイテム、まあ、投げ物でどうにかするとか、キャラコンでどうにかするとか、いろいろ考えてやってみたりしたんだけど、結局できなかったんですよ。で、まあ、結局のところできなくて、もう害悪じゃねえか、そのまま野放しするんかっていう感じなんですけど、まあ一応ね、それっぽい対策、まあなんとか、まあ、苦し紛れの対策は思いついたは思いついたんで、それをね皆様もし打たれた時に使っていただければなというふうに思います。まあね、退席できないことについてね、順番に話していくんです、けども、DL のね、コンカッションのダメージ食らった時に、何が起こるかっていうと、まずクラスが使えなくなるんですね。クラスを使用するボタンが消えちゃいます。なんで盾とかスモーク、ボマーですね、スモークボマーとか、あとトリスタポルターとか、もうその辺一通りやってみて対策できるやんと思ってたんですけど、一瞬でできなくなりました。え、ボタン消えるやんってなってこれマジで辛い。対策しようがないのは本当に勘弁してほしいですよね。これクラスでなんか盾とかポンって出してさ、ね、射撃撃たれた方向に盾とりあえず出して伏せてみたいな、で今回解けるの待って木出して逃げるとか、そういうのできるかなと思ったんですけど、もう全くさせてもらえませんでした。マジで残念。リワインドとかもね、本当はできたら引くことができたりとかするんですけど、これができないと一番の希望ができなかったですね。で他はですね、スモークを投げる、スモークを持ってね、握って移動するっていう作戦なんですけど、これもね DL の、コンカッション一発食らって硬直するしてからですね、スモークを地面にポンって投げて、木が広がって車線を切るような形を取りますよっていうことをしたかったんですけど、今回食らってスモークを下に投げてスモークが広がるまでに2発目食らいますマジで短時間で、木投げること自体も短時間なのに、DL の2発目食らう方がもっと早いっていう、まあ、これも対策できんなってなりました。なんでクラスができない、スモークで車線切らないって考えると、ほぼもう無理ですよね。でキャラコンでどうにかしようにして、しようにしてもジャンプとスローモーション歩きしかできないんですよ。なんでこれも不可能ですね。で、一応ね、それっぽい対策としては1個、もうこれ運要素みたいなとこ強くなっちゃうかもしれないですけど、地形も重要ですね。とにかく伏せるもうこれしかないです。正直もうこれしかないんで、ちょっと残念なんですけど、たまたま運よく車線が切れることを祈るしかないです。なんでもうとにかく伏せてください。もう食らったらね、今回解けたらもう走る、もうそれしかないですね。はい。でね、まあ、こんだけ害悪だと弱体化入るんじゃないかなと思うんですけど、いや、まあ、もしかしたら弱体化すぐ入る可能性はあるんですけど、MP の方で、まあ、COD って MP メインだと思うんですけど、 MP の方でですね、そんなに使われてない、DL のコンカッションがっていう感じなんで、まあ、要は DL なんて MP だと一発で溶かせちゃうし、反射のためにわざわざ弾薬
4発にする必要はないっていうので、コンカッションの DL ってあんまり流行ってないんですよね。なんでそんなに流行ってないってことはあんまり害悪扱いされないっていうことなんで、 MP で弱体化が入らないと BR ではちょっと弱体化入れるの遅いんじゃないかなっていう感じで考えております。なんでね、まあ、早急の対応はあんまり考えられないかなっていうことなんで、まあ、BR だとねちょっとコンカッション食らったらもうどうにもできないとこあるんですけど、まあ、日頃から結構周り見て走ったりとかして、スナのあのねライ光ってるやつ、フラッシュみたいなスコープの光ってるやつとかを見たら、もうあれも DL や DL コンカコンカコンカ言うて、まあ、ちょっと逃げるしかないという感じですね、はい、うまいことかわしていくっていう感じですね。相手がうまかったらもうどうしようもないですわ。はい、ということでですね、一応対策ができないということでですね、話を進めてしまいましたけども、なんとかね伏せたりとかして、もうちょっと運要素強いですけど、頑張ってバトラーをやるしかないということになっておりますので、すいません、ちょっと変な動画になって申し訳ないんですけども、皆さん DL のねコンカッションマガジンにはぜひ気をつけて、楽しんでゲームプレイしてください。はい、続きはですね、あんまりいいシーンなかったんですけど、一応ミシックの DL をゲットしましたので、そちら使ってる感じでね、DL メインでゲームしてるところをね、ラジオ動画のね続き解説しながらねお話していきたいと思いますんで、ぜひね最後までご覧ください。ご視聴ください。はい、早速ですね、移動するシーンからですね来てますけども、これねボットなんですよね。一応ね DL で抜いてるからっていうことで使ってるんですけど、めちゃくちゃサイト見やすいですよね。でなんか僕の体感だと ADS タイム早い気がするんですよね。この覗くスピード、覗いて打ち始めるまでのスピードがめちゃくちゃ早い気がするんですけど、まあ全然そんなことないらしいです。でね一応スナイパーといえば YouTube やられてるズーマーさんですね。ズーマーさんにですね一応コンカッションの話とミシック DL についてねちょこっと話聞いたんですけど、まあ、コンカッションはですね強いしメイン採用ありっちゃありらしいんですけど、まあ自分は使わないかなっていう感じみたいです。まあなんか僕もそれは同じ気持ちですね。でミシック DL についてはですね使いやすいし見やすいけど、結局実力だから迷彩に強さは特に感じないらしいですはい、まあそういうことらしいですね。もう完全に見た目っていうことですね。でもこれ見た目でモチベーション上がるからな実際。はい、ちょっと解説するって言って全然関係ない話ばっかりしてますけど、はい、まあ、一応やっていきましょうか。もう本当にあとちょっとしかないですね。だいぶ後半なんで残り8人ですね。今このね建物の下にね1人いるんですけども、一応近距離DLでなんとかやろうかなと思ってるんですけど、ここ一発当てて縦フラ食らってフラッシュ返して当てたいけど当たらなくてヤスケがやってくれるとちょっとね感度調整必要かな。近距離で追いつけないぐらいの感度になっちゃってるから、もうちょっと感度上げてもいいのかなっていう感じですね。スナイパーのオフ感度ですね、視点移動感度を上げさせていただきたいと思います。もう次でラストのシーンですね。しかもラストボットっていうね、めちゃくちゃシーンの解説できなかったんですけど申し訳ないです、それに関しては。まあそんな感じでね、ラストをねボットスコット倒して、これで GG でございます。皆様ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。